ウィニングポスト9 2021。ここサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場に世界中のダートの猛者たちが集結しました。世界最高の賞金額を誇るまさにドリームレース、サウジカップ、いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはゲームオンデュード、ゴールデンセンツ。この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通りゴールデンセンツ、さらにはゲームオンデュード、14番ミッドナイトラッキー、その後ろ先手を取ったのはゴールデンセンツ、好位置をキープしています。コパノリッキー、並んで7番ソロオンファイアベイビー、それに続きます。その隣にインガルック、これに続いてドラマボイス、アイズダン、そのうちに続いています。赤の帽子プリンスビショップ、その後ろすぐ後ろにブレイブガバドール、並んで5番パレスマリス。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。最後方にピーズハドイナフ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬ゴールデンセンツ、依然として先頭、並んで米国の主砲ゲームオンデュード、好位置をキープしています。コパノリッキー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったゲームオンデュード、残り 200m、 ゲームオンデュード伸びてきた。2番手はゴールデンセンツ、一気に足を伸ばす、ワイズダン差し切った、ワイズダン、ワイズダン1着、2着にはどうやらパレスマリス、勝ったのはワイズダン、見事な勝利です。
短い直線に入って後続は届くかどうか。片野吉田沙織先頭、これはちぎれた、内で食い下がるエターナルツリー。2番手はエリモイルティス、片野吉田沙織独走、片野吉田沙織ぶっちぎりです。2着はエリモイルティス、3着にシャックシャワー、これは物が違う、片野吉田沙織。4コーナーカーブから直線コースに向きました。天の海猿先頭、あと 200m、 天の海猿さらに足を伸ばす。2番手は天のイクメン、天の海猿先頭だ。先頭は天の海猿、1着でゴール。2着にはどうやらロゴタイプ、見事に勝ちました。天の海猿、天のイクメン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。Thank you.
Thank you.
こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。天のつぼみ前に行きそうです。 It's my lucky day、 それに続いています。さらにはインポートカゴアオと G1 馬サンライズカンディア、その後ろ先頭は天のつぼみ。短期の逃げに持ち込みたいところ、少し開いてスタンプコンサート、オレンジの帽子ウエストアトラクト、その後ろフェルガーナスワップス、この馬もこのグループ。すぐ隣にビーマイリオン、内からはリズムページ、その後ろにレボルーショナリー。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その後ろにバイジャック、その外からカーズスペシャリスト、フライダウン、それに続いています。しんがりからロンザグリーク、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番天のつぼみ、依然として先頭に立っています。 It's my lucky day、 すぐ後ろ先頭は依然として天のつぼみ。 It's my lucky day、ほとんど差がありません。インポートカゴアオと3番手、さあ天のつぼみ、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は天のつぼみ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、先頭は天のつぼみ。天のつぼみ先頭、天のつぼみ先頭だ。天のつぼみ、天のつぼみ1着、2着は It's my lucky day、 3着にロンザグリーク。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のつぼみ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはブルービーアクイラ、ビリーブサティスフィード、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブルービーアクイラ花に立ちます。その後ろからはビリーブサティスフィード、この馬も上がっていく構えです。オールマイモーター、どうやら後方からの競馬、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。では前の方からブルービーアクイラ先手を取りました。すぐ後ろにモレノ、これに続くのがアメリカンドロール、アイシーブレイブ、それに続いています。内からはビリーブサティスフィード、これに続いてウィルテイクチャージ、サービスネイティブ、それに続きます。その隣にイロープコーリング、サイテーションバロニウス、そのうちに続いています。その外からブリティッシュミサイル、内からはグラデュエイトサイド、その外にイッツマイコモドール、後ろからの競馬になりました。アマノグー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。スナークコラム、すぐ後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてブルービンやクイラ、モレノ、ほとんど差がありません。アメリカンドロール3番手、アマノグーまだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はブルービンやクイラ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。ここで先頭変わりました。先頭はウィルテイクチャージ、あと 200m、 後続を引き離すウィルテイクチャージ、足色は衰えません。後方から一気に天の具、ウィルテイクチャージ、今ゴールイン、段違いの強さです。2着は天の具、勝ったのはウィルテイクチャージ、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。旗の点上げ、先頭内から LA に残り 200m、 先頭は旗の点上げ、2番手は名将住友、旗の点上げ先頭、先頭は旗の点上げ、1着でゴール、2着は名将住友、3着に LA に見事に勝ちました。旗の点上げ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。コパノリチャード先頭、残り 200m を通過して、先頭はコパノリチャード、一気に凱旋リア充、2番手はカオスモス、凱旋リア充、1着2着にはどうやらコパノリチャード、見事に勝ちました。凱旋リア充、天のヘビロテ、僅差ながらこれはおそらく入着までです。短い直線に入って、後続は届くかどうか、残り 200m を通過して、天のトラッカー追い上げてきた、2番手はクリノスターオ、この足色はどうか、天のトラッカーかわす、先頭は天のトラッカー、1着でゴール、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、天のトラッカー。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 先頭は依然としてトゥーザワールド、一気に捉えるか、イスラボニータかわす、2番手はトゥーザワールド、イスラボニータゴールイン、2着はトゥーザワールド、イスラボニータ、見事な勝利です。
Thank you.
Thank you.
こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴームリレーションズ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくゴームリレーションズ行きました。続いて前へ行くのはカーズシャープ、さらにはネットサジタリウス、6番アトラクトワイズ、その後ろ先手を取ったのはアトラクトワイズ、その外からディセプションテラビス、サンセットグロット、そのうちに続いています。その外にイングリッシュセントロコン、これに続くのがパイオニアシャーガー、黄色の帽子フェイトウィナー、その後ろすぐ隣にトゥルースセントラル、その横にジュロアクリスタル、アマノアリエッティ、後ろからになりました。並んで混合メルセデスソウル、ここでゴームリレーションズ先頭に変わりました。ゴームリレーションズさらにリードを広げます。2番手はディセプションテラムス、イングリッシュセントロコン3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はアマノアリエッティ、リードは1馬身から2馬身、残り 200m を通過して、先頭は依然としてアマノアリエッティ、2番手はアトラクトアイズ、アマノアリエッティ、この馬で決まりか。アマノアリエッティゴールイン、2着はアトラクトアイズ、3着にジュロガクリスタル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたアマノアリエッティ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはコマンダーサシエ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してコマンダーサシエ花に立ちます。その後ろからはカウンティングオームス。この馬も上がっていく構えです。さらにはラッキーディクテイツ13番、オマハーニー。その後ろ先手を取ったのはコマンダーサシエ、カリフォルニアタイム。そのうちに続いています。緑の帽子フラグラントウィンストン。その後ろ内からはジュリエコーン。並んで古豪ホリデイキーパー。すぐ後ろにハイエストナレーター。緑の帽子タタノツイッター。いい位置につけました。ブレスグレンビア。すぐ後ろその隣にハーバーサイレックス。その後ろからはキートザローゼ。並んで14番、ルアーパロディシア、イングランドドリーム。この馬もこのグループ1000メートルを通過。少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ20馬身。これは縦長の展開です。ここでオマハーニー先頭に変わりました。2番手はコマンダーサシエ、ラッキーディクテイツ3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オマハーニー先頭。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ここで先頭に立ったコマンダーサシエ、後続を引き離しにかかる。オマハーニー2番手、手応えはどうか。残り 200m、 肩のツイッター先頭だ。2番手はコマンダーソシエ。これは強い。肩のツイッター、この馬で決まりか。肩のツイッター、今ゴールイン。段違いの強さです。2着はカウンティウォームス、3着にコマンダーソシエ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。肩のツイッター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エリモンミュージック先頭、内からキングズガード先頭、外から接近アジアエクスプレス、あと 200m。 先頭は依然としてキングズガード。一気に天のスカイツリー、アジアエクスプレス差し切った。アジアエクスプレス、アジアエクスプレス1着、2着はキングズガード。見事に勝ちました。アジアエクスプレス、天のスカイツリー完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。肩のマイガール先頭、残り 200m を通過して肩のマイガール意地を見せる。アマノフィッツ抜けた。2番手は肩のマイガール、アマノフィッツ1着、2着は肩のマイガール、アマノフィッツ見事1番人気に応えました。
さあ直線に入りました。これからの勝負、ハープスター先頭、差を広げにかかります。残り 200m を通過して後続を引き離すハープスター、足色は衰えません。2番手はヌーボレコルト、ハープスター強い強い、ハープスター圧勝ゴールイン。2着はヌーボレコルト、3着にベルカント、ハープスター見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。湘南マイティ先頭、外から勢いよく里のギャラント先頭、あと 200m 先頭は里のギャラント、絆抜けた。2番手は里のギャラント、絆1着、2着にはどうやら里のギャラント。まずは前哨戦を制しました絆、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。ペタードジュニアス前に行きそうです。スイーティフランシスそれに続いています。さらにはタプローナース15番アッチタビレーター、その後ろスイーティフランシス先手を取りました。これに続いてフライトファーロー、ソロデアルキメデス、それに続きますアマノタニタ、いい位置です。黄色の帽子スピニングウィッシュシューズ、その後ろすぐ隣にグリーミングコメディオールドクーリア、この馬もこのグループ。これに続くのがナンペティションサンライングレイル、そのうちに続いています。並んで7番ギャレイメガラニカ、内からはナポリディスガイズド、さらにはメルデイルインディ、最後方にマジェスティックジュピター。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から11番ペタードジュニアス、レースを引っ張ります。その隣にスイーティフランシス、フライトファーロー、すぐ後ろ間が空いてタプローナース、すぐ後ろにソロデアルキメデス、その後ろからはアッチタビレーター、好位置をキープしています。アマノタニタ先頭は依然としてペタードジュニアス、スイーティフランシス、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ペタードジュニアス先頭、外から勢いよくスイーティフランシス先頭、フライトファーロー先頭を捉えるか、外からタプローナース、スイーティフランシス先頭、内からぐんぐんとアマノタニタ先頭、残り 200m アマノタニタ余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はナポリディスガイズド、アマノタミタ強い強い、アマノタミタ圧勝ゴールイン。2着はナポリディスガイズド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノタミタまさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノテルマエーロ先頭、あと 200m 後続を完全に引き離した。2番手はルヴァンソーラス、これは強い。アマノテルマエーロ、この馬で決まりか。アマノテルマエーロ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。アマノテルマエーロ見事1番人気に応えました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミッキーアイル先頭、これはちぎれた。里のアイバー必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m。 2番手は湘南アチーブ、これは強い。ミッキーアイル、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は湘南アチーブ、3着にエイシンブルズアイ、これが世界を制した実力だ。ミッキーアイル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。栄新光先頭、残り 200m。 先頭は変わってモーリス、モーリス先頭、モーリス先頭、モーリス先頭だ。モーリス、モーリス1着、2着は栄新光、モーリス見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。さあいよいよ直線の攻防。エピファネイア先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。一気に当選上段、当選上段かわす。先頭は当選上段、1着でゴール。2着はエピファネイア、3着にデスペラード、これが G1 馬だ。当選上段。最速自慢集結重戦車、自力十分、充実一歩、充実一歩。
こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポゼッシブジョシュア好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してポゼッシブジョシュア花に立ちます。その後ろからはリトルマイク、この馬も上がっていく構えです。では前の方から見てみましょう。先頭は天野イクメン、短期の逃げに持ち込みたいところ。これに続いてボタンスターク、各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。その外にリトルマイク、その後ろにポゼッシブジョシュア、黄色の帽子シグマクレイジア、その後ろ、この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。スライドアクス、それに続きます。内からはつなぐるコントロール、その隣にシンガポールキャバン、インズキープレセリ、すぐ後ろにカウンティコンバット、並んで13番ジョンズアラー、すぐ後ろにプラッキーディール、これに続くのがトゥルーリーインテント。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。しんがりからアルファベットインソレンス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、依然として先頭は断然の1番人気天野イクメン、すぐ後ろにリトルマイク、そして大きく離れてスライドアクス、この位置です。すぐ後ろにボタンスターク、その後ろにシンガポールキャバン、並んで8番シグマクレイジア、すぐ後ろにインズキープレセリ、ポゼッシブジョシュア、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として天野イクメン、2番手はリトルマイク、間を挟んでスライドアクス、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野イクメン先頭、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。残り 100m、 後方から一気にスライドアクス、2番手はリトルマイク、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はカウンティコンバット、天野イクメン、見事な勝利です。
海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ブレイブギャラリア前に行きそうです。オーバーラケット、それに続いていますスマートリースピーキング、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはハニースキップニス、ブレイブギャラリアその前に進出、すぐ後ろにカミラシャントゥ、その後ろにファントムインビジブル、その後ろにオーバーラケット、好位置をキープしています。トレブ、黒の帽子、ダンサーズゴージャス、その後ろ、その横にオープニングウィル、フロティラ、この馬もこのグループ、その外にスティップルシティーズ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでブレイブギャラリア先頭に変わりました。2番手はカミラシャントゥ、ファントムインビジブル、3番手トレブ B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったカミラシャントゥ、さあトレブ一気に来た、あと 200m、 先頭は依然としてカミラシャントゥ、トレブ頑張れるか。カミラシャントゥ先頭、2番手はトレブ、先頭はカミラシャントゥ、1着でゴール、2着はトレブ、3着にファントムインビジブル、勝ったのはカミラシャントゥ、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い、何が行くでしょうか。ケアミスチョイス前に行きそうです。ジョースピリッツ、それに続いていますスリルロッチ、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。シュリスデゼーグル先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。ジョースピリッツすぐ後ろ、おっと一頭故障発生か。まずズルズルっと後退しました。場内騒然、レースにどのような影響が出るでしょうか。シーズリーブズ上がっていきました。ノンチャンネル、そのうちに続いています。並んで栗色の馬体、ケアミスチョイス、すぐ後ろにソルトイラストリアス、黒の帽子、ジャスタウェイ、
その後ろ、その外からバウンダリーナイル、さらにはスクラッチワンダー、その隣にナローガーデン、ゴールドシップ、後ろからになりました。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはデピティサプライズ、その後ろにスリルロッチ、並んで G1 馬カリフォルニアメモリー、最後方にセルフジフタルト。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ9番シュリスデゼーグル、2番手はシーズリーブズ、ジョースピリッツ、3番手ゴールドシップ、まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシュリスデゼーグル、シーズリーブズ続いています、ジョースピリッツ続いています。いざ勝負の時、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。シュリスデゼーグル先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m を通過して、先頭は変わってジャスタウェイ、2番手はゴールドシップ、ジャスタウェイ先頭だ、ジャスタウェイ、ジャスタウェイ、1着2着はゴールドシップ、3着にシュリスデゼーグル、ジャスタウェイ、見事な走り、大舞台で日本馬の底力を見せてくれました。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはアマノ AKB、 アイラブジャスミン、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくアイラブジャスミン行きました。続いて前へ行くのはアマノ AKB、 さらには東京ヘイロー、7番レイアットザスパ、その後ろアイラブジャスミン、先手を取りました。これに続くのがクレームバナ、その外にドナミレニアム、その後ろにファイブカルタ、並んで12番ボアステラス、テンプルディバイ、そのうちに続いています。その外からフロリーウィッシュ、その後ろにカルパーニアサンセット、その隣にシュワフリマー、その外にサンラインエレベート、その後ろにソウトポート。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。レイアットザスパ、2番手はアマノ AKB、 ドナミレニアム、3番手アマノ AKB、 B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はレイアットザスパ、アマノ AKB、 2番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。先頭変わってボアステラス、内からアマノ AKB、 あと 200m、 先頭はボアステラス、ボアステラス、粘る、ボアステラス、粘る、ボアステラス、1着、2着はファイブカルタ、3着にアマノ AKB、 勝ったのはボアステラス、見事な勝利です。
砂漠に囲まれたメーダン競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。ソロー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してソロー花に立ちます。その後ろからはゲームオンデュード、この馬も上がっていく構えです。さらにはビホルダー、古豪、アフリカンストーリー、その後ろ先手を取ったのはビホルダー。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。ゴールデンセンツ、それに続いています。好位置をキープしています。ポパノリッキー、ムカドラム、そのうちに続いています。その外にオッコータルマエ、その後ろからはワイズダン、これに続いてムーチョマッチョマン、内からはプリンスビショップ、その外からバーターウィンター、レッドカドー、すぐ後ろこれに続くのがプリンセスオブシルマー、内からはパレスマリス、最後方にベルシャザール。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度10番ビホルダー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として G16 勝ビホルダー、2番手はゴールデンセンツ、ゲームオンデュード、3番手14番ポパノリッキー、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭はゲームオンデュード、残り 200m、 後続を引き離すゲームオンデュード、足色は衰えません。先頭はゲームオンデュード、1着でゴールイン、2着はソロー、3着にポパノリッキー、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い、駅前先頭、あと 200m、 先頭は変わって片野アベンジャー、片野アベンジャー先頭、片野アベンジャー先頭だ、片野アベンジャー、片野アベンジャー、1着、2着はベボンツシマ、3着に駅前、1番人気に応えました片野アベンジャー、見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラストインパクト、先頭、あと 200m、 天の小玉でしょ、追い上げてきた、天の小玉でしょ、抜けた、2番手はラストインパクト、天の小玉でしょ、ゴールイン、2着は当選ラー、3着にラストインパクト、まずは前哨戦を制しました天の小玉でしょ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。オリーブアリーバ先頭、外から天野スパイダーマン、ここで先頭は天野スパイダーマン、リードは2馬身から3馬身、残り 200m、 後続はまだ後ろ、天野スパイダーマン先頭です。このまま押し切るか。2番手は当選スターダム、天野スパイダーマン今ゴールイン、段違いの強さです。2着は当選スターダム、3着にベルキャニオン、天野スパイダーマン見事1番人気に応えました。さあいよいよ直線の攻防、凱旋ナゾディナ先頭、2馬身から3馬身引き離す、サウンドトゥルー手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して凱旋ナゾディナ先頭、2番手はサウンドトゥルー、凱旋ナゾディナ強い強い、凱旋ナゾディナ圧勝ゴールイン、2着はサウンドトゥルー、これは桁外れの強さだ、凱旋ナゾディナ。
短い直線に入って後続は届くかどうか。あと 200m、 エイシンモアオーバー意地を見せる。アマノドラッカー必死に追います。シルクメビウスさらに突き放します。シルクメビウス1着、2着はナイスミーチュー、見事に勝ちました。シルクメビウス、アマノドラッカー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キャラセルリアン先頭、外からサンレイレーザー先頭、アマノチレジカ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過してレッドアリオン追い上げてきた。レッドアリオン抜けた。レッドアリオン先頭だ。レッドアリオン、レッドアリオン1着、2着はヒストリカル、見事に勝ちました。レッドアリオンカフェプロフィット完敗です。着外に沈みました。
開幕連戦連勝無冠の貴公子新聞を読む馬足毛のアイドルホース
Thank you.
Thank you.
Thank you.